大塚古墳。西側から撮影。大塚古墳は山梨県中央市大鳥居に所在する古墳。形式は前方公園墳もしくはホタテ海式古墳。所在する中央市大鳥居は甲府盆地南園に位置し、盆地南端に広がる曽根丘陵の生誕にあたり、宇山平と呼ばれる七角下は浅利川に隠された第一西側に立地する。 標高は342メートル。一帯は、縄文時代から、奈良、平安時代にかけての宇山大来遺跡が分布するほか、中、ホタテ貝形を定するが、前方公園墳と評価する説もある。墳球町は、約64メートルで、高さは7メートルの規模を有し、5世紀後半に、築造されたと推定される。公園部は、洞窟を受けており、後の調査で、 縦穴式が唱系石室であることが判明した。1930年に発見され、西名義夫により発掘調査が行われる。本古墳は1970年に豊富村の文化財に指定され、現在は中央市の市指定文化財となっている。副葬品として剣、刀、鉄属などの鉄部分具、炭鉱、バグ、円筒埴輪を出土している。なお、 東京国立博物館には、豊富村出土と伝えられる、昇格付き兜が収蔵されている。大塚古墳からは、F 字形鏡た板板付き靴輪が出土している。山梨県内では、曽根丘陵の中道古墳群に属する、カンカン塚古墳において5世紀後半のバグが出土しており、これが最古のバグとされる。大塚古墳からは、これ次ぐ5世紀後半代の、 混同性バグが出土している。五世紀代のバグとして、大塚古墳から出土した、鉄製楕円形鏡板付きグーツは、鉄製腱量形容がある。山梨県では、甲府市地帯の塩部遺跡や甲府市下高山の東山北遺跡から出土した和紙の存在から、四世紀後半から四世紀末にかけて、馬が捕来したと考えられている。古墳時代の山梨県では、 会長静か古墳が築造された、ソネ丘陵において5世紀初頭の丸山塚古墳を、最後に大型古墳の築造が停止し、ソネ丘陵以外の地域で中小規模の古墳の築造が開始されていることから、馬が導入された4世紀後半、4世紀末から、グが出現する5世紀後半までの時代にかけて、社会的変動が生じたとも考えられている。大塚古墳は、 出土遺物から5世紀後半の築造と推定され、十分な学術的調査を経ていないが、合唱式石室を持つ前方公園墳であると見られる点が特徴とされる。山梨県における古墳の築造は、海長静か古墳に代表される4世紀中盤代に、曽根丘陵から開始され、5世紀前半には、市川三里町、大塚の鳥居、 元狐塚古墳の築造を経て、五世紀中盤、後半には、古墳の築造が、甲府盆地各地へ拡散し、大塚古墳の築造は、この時期に位置づけられる。山梨県内における、同時期の古墳には、笛吹市八代町の狐塚古墳や、市川三里町の大塚古墳、甲府白井の表門神社古墳が挙げられる。この時期は、列島規模で、 軍事的色彩が強まった時期で、朝鮮半島をめぐる軍事的緊張が高まり、山東県の東国進出も加速した時期とされる。東国である山梨県においてもこうした動向の影響を受け、甲冑など軍事に関わる服装品を伴う古墳が出現したと考えられている。2005年には岩下貞田による、 鹿番の小冊子、今だからもの妄想大塚出土の昇格付け株と、等についてが刊行される。岩下は、旧豊与富村の出身で、昭和6年に、宮内省工具警察部に入所した人物で、後に、警察庁を務めた。岩下は入所した翌昭和7年に帰郷した際に、郷里の先輩から指蔵していた伝大塚古墳室。大塚古墳から、甲府盆地北西部方面の眺め。 A.B. シン第4号資料社会教育の取扱いに関すること多摩法長、多富町美長、府村が米協議会、貝の黒子まで岸を動かした馬たちから、P40 森原、P27、貝の黒子まで岸を動かした馬たちから、P40、貝の黒子まで岸を動かした馬たちから、P22 森原、P28。ありがとうございます。